ご覧高原から見た、ヘルモン山の眺めヘルモン山とフラ渓谷ヘルモン山、シャイフ山は、レバノンとシリアの国境にある、アンチレバノン山脈の最高峰で、最高点の標高は2814メートルである。ヘルモン山には3つの主要なピークがあり、ほぼ同じ高さである。山域の面積は1000平方キロメートルに及び、うち約70平方キロメートルが、イスラエルの支配下にある。 標高が高いため、乾燥地帯にあるにもかかわらず多量の降水がある。ジュラギの石灰岩は浸食されて、カルスト地形を形成している。冬から春にかけては降雪があり、三つのピークは一年の大部分は雪で覆われている。山の西側と南側からの雪解け水は、山陸では木水となり、最終的にはヨルダン川となって一帯を潤している。また、 雪解け水によって、接戦下には、松や多く、ポプラなどの豊富な植物が育ち、ブドウ園もある。この豊富な湧き水と山は水を求める国家間の争いの対象となってきた。山と湧き水を支配する政府は森を守り、環境破壊を防ぐ重要な責任を認識することが重要である。ヘルモン山は白髪の山、雪の山と呼ばれる。イスラエルでは、 その山頂にレーダー基地があることから国家の目とも呼ばれる。ヘルモン山をアモリ人はセニル、シドンの住人はシルヨンと呼んだ新明紀3、旧紙編二29、6歴代史上5時23分宮尾花4、8エゼケル書27、5。これらの語源は鎖か扉、または鎧であるかもしれない。この土地は、 いわゆる、約束の地の北の境界と考えられ、旧約聖書で、ヨシュアに率いられた、イスラエル人が征服したとされる土地の北限にあたる。ヘルモンさんの高地は、カナン人によりその宗教儀礼に用いられた。彼らはこの山を、バールヘルモンの山と呼んだ。シオンという別名も現れる。新約聖書では、イエス・キリストが弟子を伴いガリラヤ・コハンのベトサイだから、 ヘルモン三男六のフィリポカイサリアの町へ旅したことを伝える。この地でイエスは自分の教会を建てることとエルサレムに行き死んで復活することを弟子たちに予告した。ヘルモンさんは新約聖書の主イエスの変容、すなわちペトロ、ヤコブ、ヨハネの三人の弟子を伴って祈りのために高い山に入ったという下りの山かもしれないとされる場所の一つである。 ここでイエスは輝くように白くなり、モーセとエリアが現れてイエスと語り合ったとされる。絵の描きではヘルモンさんはグリゴリと呼ばれる打天使の一団が地上に降り立った場所である。彼らはこの山上で人間の娘たちを目取りここに戻ろうと誓い合った。ありがとうございます。